とう。じゃあ、孤独のグルメのシーズン3、銀座という曲をやってみたいと思います。一番最初に孤独のグルメやったのは5年前なんですけど、その時はもう2があるとは思ってなかったですからね。 2っていうのが始まる時にどうしようか、2っていうかもう1回やるっていう時にどうしようかって言って、本当は続孤独のグルメってするはずだったんですよ。でもそれだとその次がないから、続の後は新孤独のグルメですもしくはもうそれでも、もう次があったら帰ってきた孤独のグルメ普通にやろうとか言ってたんですけど、やっぱなんかあるかもしれないんだからシーズン2というふうにしたらシーズン6と、よかったですね、シーズンにしといてね、しといてよかったですね。続だったらね、続々とかね、めんどくさいとか、孤独のグルメ太郎とかね、そういう人っぽいですね。孤独のグルメは永遠に、なんかそういうちょっと映画っぽい感じに、北の孤独のグルメちょっと